今回は予告の教科書について話していきたいと思いますまあね教科書は使う授業と使わない授業があるんでねここはすごい見極めた方がいいと思っていますで僕の所属していた経済学部はほとんど使わない授業が多いですねレジュメだけでいける授業が結構あるんでまあ買って勉強したい,いって人はいいんですけど まあ使わないのに買っちゃったーってなることあるんで、まあ、そこは気をつけた方がいいですねで教科書どういう授業は買った方がいいよとかどういう授業いらないよっていうのをこれから話していきたいと思いますまずですね言語の授業こちらはね教科書買った方がいいですね英語とか、まあ、第二外国語とかこれは教科書を使って授業をやっていくので まあなんか持ってないと先生に怒られたりするんで、まあこれは何とかしてあの手に入れた方がいいですね。あとは課題で使う授業。教科書をここ読んできて、課題作って書いてきてくださいみたいな。そういうのは、まあでも、後からでも買えるんでね、そういう授業は。そう。最初持ってなくても、まあ課題で必要ってなったら買わなきゃいけないってなるんで、まあ最初に買わなくてもいいですね。で次。テストで教科書持ち込みの OK の授業。これはね、買わなきゃダメですよね。教科書を見ながらテスト受けられるんですよ。教科書持ってたらテストできたのにっていう授業。 あっっったたたらもいいいいいいないんでこういうのは買った方がいいと思いますまあこんな感じで、まあ、必要な授業もあるんですけど教科書どうやって手に入れればいいかまず生協で買う学校のね生協で教科書売ってるんでであと4月の最初ら辺だともう学生会館ってとこで教科書売ってるんでそこで、まあ、買えばいいんですけど最初だけなんでその販売してんのなんでそこで買わなかった人はまあ、ネットで買ったりしますねネットでポチッとアマゾンとかで。 買えばいいですね教科書ね高いんですよね3000円とか4000円とかするんですよちょっと高いなーって思う人は、えー、メルカリとかで買うといいですねメルカリで1000円とかね1500円とかで安く売ってることもあるんでそれ教科書見て意外とメルカリで検索してみると売ってたりするんででもそこも競争率は高いんで すぐ売れちゃうんで、安く買いたいなって人はすぐ、あの、メルカリで調べてみるといいと思います。もう一つ、これが一番いいですね。先輩から譲り受ける。教科書毎年一緒なんで、その、先輩も持ってたりするんですよ。で、先輩も先輩からもらってたり、みたいな。こう、受け継がれてるんで、まあなんか、意をあげるよっていう人いるんで、そこは、あの、いろんな先輩に聞いてみるとね、もらえたりします。以上ですね、教科書。まあなんか、高いんで、えっと、いらないもんはいらない。買うもんは買うみたいな。そこで分けた方がいいですね。授業受けた感じで、あの、教科書必要そうだなって思って、 買えばいいいと思います最後にねメルカリで教科書売ることをおすすめしますそう教科書買っても結構ね高く売れるんですよ3000円で買ったやつが1500円とか2000円とかで売れたりするんでまあ買っても意外と半額ぐらいで使えるというか3000円だけど1500円ぐらいで使えるみたいな感じになるんでなんでねまああと今教科書いっぱい家にあるよって人はメルカリとかで売ってみるといいと思います僕も結構売ってたんですけど送料がああいうのって ま、封筒で送ると185円とかなんですよ。で、えっ、ー、と、封筒代が10円とかで、あと、あの、メルカリとかだと手数料が10%なんで、1500円だったら150円取られたり、みたいな感じで。まあ、だから、あの、トータルで1500円とかで売れたら、あの、1000円ぐらい、あの、利益出るんですよ。なんで、教科書はメルカリとかで売るのは、すごい、おすすめです。やってみてください。以上でーす。この動画がファンタスティックだなと思ったら、グッドボタンお願いします。それでは、バーイ今日も動画を見ていただき、ありがとうございました。次回の動画は、 予告国の立地を他の大学と比較してみた動画となっておりますので、ぜひ興味がある方はご覧ください。それでは、ババババイセコー